まあ正面見るとこうですよね。横から見るとまあこんな感じだったりするんですよ。あ、よろしくお願いします。毎度です。今回は日野井さんが来てます。どうも。 A のアドバイスをもらいます。はいはい、お願いします。で今回はセイバースタイルっていうアーティストです。水着を着ている女の人、うんうん、俺は水着というよりバニーガールの衣装では。あ、でも個人的に尻尾が見たい。パッと見てどうですかね。色の塗り方はね、ちゃんとしてるんだろうけど、元のプロポーションっていうかバランスがちょっと崩れてるかな。色とか影とか、あとハイライトもちゃんと入っているんだけど、うん、その多分パースをつけるために後ろの腕を小さくしたと思うんだけど、プロポーションとか直しながらアドバイスもらえますか。うん、じゃあお願いします。はい。横長の髪に全身を描くっていうのがなかなかの作業なんですけどね。そうだね。そのバストアップだったら結構ごまかせるんですよね。うん。じゃあ日野井さんは最初は頭の位置を決めます。大体頭の大きさを決めて何頭身ぐらいになるかなっていうのを想像しながら、まあこれぐらいなら足りるかなって。なるほどなるほど。そして他の動画でも登場してる日野井さんがいつも使っているポーズ人形っていうか、ソタイくんっていう道具使ってます。まあとりあえずお胸の方は後で継ぎ足すとして大まかなプロポーションを書いていきますね。まずはベースの体の大きさとか、そして腕の位置と多分手の大きさある程度決まってますね。このセイバーさんが多分やろうとしてたことは、その左手が大きく手前にあるように、うん、見せたかったんですね。多分今の感じだと体が 1,2,3,7 等身くらい、まあ8等身ぐらいに収まるかな、これぐらいだったら。あ、なるほど。でこういうところは多分初心者よく困るところなんですけど、そのキャラクターが安定するように見えるために、うん、頭と腕の位置とか何かアドバイスとかありますか。うん、まあ安定させるには まずはこの線ですよね、縦線。あ、でバランスをとって、そっか。じゃあ初心者として頭から床にある足を線を描けばある程度縦になっていれば。そうですね、意識しながら描いてバランス悪くないかどうか確認しながら描いていくのがいいですよ。うん、あ、もしかしてヒール。まあバニーガールさんだからヒールぐらい履いてるでしょ。そうですね。ああ、バニーガールの話にするとコードギアス思い出す。ん、ありましたっけコードギアスの中に。パイロットカレン・シュタットフェルトだったっけ。ああ、コスプレしないとその敵のベースに入れなかった、そういう話があった気がする。そして体のベースがある程度できたら、その上に胸の位置を決めます。なんか胸からその腕につながる線が結構役に立ちますね。まあこういう筋肉の走りだから、ここは意識して書いておかないとそれっぽく見えないんで。そうね、腕を上げるとやっぱりそれが見えていきますね。よし、そして難しい手前にあるパースに乗って大きくなってる手。でカンバスを回転して書きやすい位置にすることが大事ですね。そして顔のほっぺと顎の形を整えて、なんとなくその元のアーティストセイバースタイルさんはちゃんといろんな多分チュートリアルとか見て、後ろのものが小さくなるとか手前のものが大きくなるとか、多分ちゃんとチュートリアル通りに正しく書こうとしている感じですね。で私もよく困るところなんだけど、そのカメラまで手を伸ばしてる腕とか、うん、本当は隠れても描きたくなっちゃうから描いちゃう。でも実は日野井さんが描いてるようにそんなに腕の長さは見れない、この角度だと、うん、よし、髪のボリュームはたっぷり。ではバニーガールの大事なウサギ耳、そういう形もあるんだ。なるほど。耳が長すぎて結局折る。まあ片方はちょっとはみ出しちゃうんだけど。ああ。
そして耳の形、もっと柔らかく見えるようにちゃんと形があるみたい。薄い紙じゃないからちゃんとなんか素材感がわかる。中にちゃんと針金が入ってるのを意識しながら。ああ。で目は描くんだけど、どれくらい後ろの目が大きさ変わるのかな。本人が後ろの目結構小さく描いてる。まあ顔に関してはそこまでパースをつける必要はないと思うんで。そうだね。カメラは超アップだったらもっとパースつけてもいいかもしれないですね。こういう距離だと多分目がそんなに大きさが変わらないでしょうね。それも結構パースの大事な勉強ですね。なんか遠くから写真撮るとそんなにパースはついてないように見えるけど、超アップで写真撮ったらなんかパースはもっときつくなりますね。まあラフでここまで書いてみましたけど、何かご質問は。比較しましょうか。はい。主にどういうところを意識して変えましたか。まあ顔と手のバランスですよね。元の絵だとちょっと小さくなりすぎちゃってるん で、あとここの横幅、特にこの背筋の盛り上がりがすごいことになってるんで、ちょっと絞ってみました。で、まあ、足もバランスを考えてこんくらいでしょうっていう範囲でまとめておいたんで、うんうんうん、あとはこの服を着てる時の線の入り方ですよね。この山に沿って、まあ、言われなきゃ分かんないみたいなんでしょうけど、簡単な丸い形、なんかボールの形を描いてもらえますか。うん、まあ正面見るとこうですよね。横から見るとまあこんな感じだったりするんですよ。あ、そうだね。あとこういう髪の毛の羽っていうのは、あのつむじから出て跳ねるのはありなんでしょうけど、つむじここら辺にないといけないんでちょっと不自然かな。なるほどなるほど。じゃあ頭のどういうところでつむじがあるか意識して、そこから跳ねてる髪を描けばいいか。うんうんうん。じゃあその手のバランスも結構大事でしたね。パースは大事なんですけど、後ろの手は実は顔の前に来てると多分そんな後ろになってないですね。なので多分手は普通に顔と同じ大きさくらいになる感じが一番自然だね。まあ顔があったら表情を隠すぐらいの大きさがまあ普通の大きさなんで、それを加味しながらさっき私言ったように腕の部分はあまり結局見えなくなりますよね、カメラまで伸ばしてると。まあですね、まあ手首があって腕があって、でまあ、こんな感じだと思ってもらえれば、うんうんうん、2つ3つのパーツに分けて描くと、うん、もっと多分パース自信を持って描けますね。足の位置を決めて安定感がいいですね。元の絵で少しこういうポーズだと多分後ろに倒れそうですね。まあ、足が細くなっちゃってるんで。ああ、それもあるよね。日野井さんが描いたキャラクターが安定するために少しなんか体の上半身が少し後ろに。じゃあさっきも言ってたんでこれぐらい足しときますね。 ありがとうございます、はい、嬉しい。こんな感じですよね。あ、タイツもあるんだ。あ、確か確か、完璧完璧、そんな感じだね。そっか、タイツがないともっとなんか普通の水着っぽくなりますね。あ、なんだかんだ言って要はね、人の体のパーツの描き方ですよね。そうね。元の絵で胸のところ位置的にどうですかね。少しずつバランスが崩れててちょっと不安定になっちゃってますかね。あ、簡単 なんか胸の位置を決めるなんかコツとかありますか。慣れですか。まあ、こんなもんかなで描けるようになるまで描かなきゃ何も描けないし、さっきも描いたようにね、大体のプロポーション描いてから足してってもいいし。元の絵でキャラクターの左足、うん、ももの方が長いけどその足元の方がちょっと短い感じになってるんだけど、うん、ガイドとして大体同じ長さになるんですか。意識的には難しいんですけど、まあ正座とかすると、うん、まあ大体こんな感じかなって。あ、うん、実際自分でやってみれば分かると思うんですけど、このバランスを守ってやるとまともに見える。じゃあその日本でよくある正座っていう座り方やってみてください正座すればぴったりつくんですけど、普段あの、うん、立ったままでやると本当このぐらいまでしかね
曲がらないんですよ。実際やってみると分かると思うんですけど。それは大事ですね。椅子から立って自分でなんかポーズやってみるといろいろ分かりますよね、うん、じゃあ今日はありがとうございます。どうもどうも。本人にあの最後のワンポイントアドバイス、なんか次の A でなんか挑戦してほしいところとかワンポイントありますか。まずはプロポーションはいろいろあるだろうけど、バランスの取れたキャラクターの描き方を自分なりに模索していけばいいんじゃないですか。分かりました。このシリーズの中で他の動画いっぱいあるのでぜひ見てみてください。チャンネル登録お願いします。じゃあヒロエさんありがとうございました。どうも。バイバイ。